前回のあらすじ、オリンピックが開催され、お祝いムードに包まれる日本、平和の祭典が開かれる中、力を蓄えた第三帝国の亡霊たちは、その目的を達するために、かつての同盟国、日本に宗派を送る。失礼します。よく来てくれた。新書の件ですね。池田さんの葬儀が終わり一段落ついたかと思った矢先に、全く厄介な話だ。新書の内容は見たかね。はい。想像以上に我が国との接近を意図しており、非常に判断の難しい内容という印象です。ドイツ帝国は反米姿勢を鮮明にしており、ソ連から多額の資金援助を受けていた。と聞いております。にもかかわらず、今回の手のひら返し。そして、この新書。大きな裏があるような気がします。調査によりますと、ドイツの急速な復興は急な祈祷員の逃亡者をバチカンが庇護したことによる人的な貢献も大きいと思われます。この関係性と、バチカン及びロシア正教会の関係性を並べたときに、今回のソ連侵攻はドイツとバチカンの利害の一致、宗教戦争の要素も内包されているように思われます。現在のソ連は、正教会への統制強化を再開している。統制による疲弊があるうちに、潰せるものは潰そうというわけか。あくまで、憶測ですが、イデオロギーの対立や利権確保を目的とした戦争は、ある意味わかりやすく、我々も多くの危険があり精度の高い戦況予測を立てられます。しかし、宗教戦争の要素が入りますと我が国は未経験の世界ゆえ、予測精度は落ちると言わざるを得ません。日本の宗教戦争か。強いて言うなら仏教伝来寺の蘇我氏、物の部氏の争いまで遡るな。はい。信長の比叡山などはまた意味合いが異なりますし、それぐらいに遡るかと思います。しかし、我が国は奪われた土地を取り戻すことしか意図しておりません。そして帰国も、奪われたままの土地が終わりでしょう。共にその土地を、そしてかつての両国関係を取り戻すことができれば、という一文は、なかなかに説得力があるな。樺太三島、そして沖縄。取り戻すべきものは我が国にもたくさんある。中国租界を手に入れ、兄による経営もうまくいっている。しかし、だ。失われたものを取り戻して、初めて戦後が終わったと言える。私は戦後に終止符を打ちたい。新書への回答、どのような形が最善に思う？ドイツは最低限、独ソ戦への西側不介入を確約できれば成果ありと捉えるでしょう。また、米英への仲介役も望んでいる内容ですので、ここの部分は担保しつつ引き換えに、我が国とソ連の領土返還交渉を容認させ、返還交渉が成立した場合は、仮にドイツが勝利した後も、千島と樺太の領有権を認めさせましょう。ドイツが先端を切った後に交渉を持ちかければ、ソ連も強気に出ることは難しく、大幅に譲歩してくることも想定されます。独ソ開戦の場合、戦況推移はどう読む？初戦はポーランドなどの衛星国が壁役を果たすでしょうが、国境突破は時間の問題かと思われます。前回の独ソ戦と異なるのはトルコがドイツ側についていることです。西と南両面からの侵攻が可能になるため、ソ連としては、アジアに展開中の師団も総動員した防衛戦は避けられない状態になるでしょう。我が国としては、アジアの師団が欧州に移動したタイミングが千載一遇の好機になります。領土返還交渉が頓挫しても、このタイミングで侵攻し占領することは十分に可能です。もっとも我が国のソ連への侵攻はアメリカの参戦も促す可能性があり、第三次世界大戦を誘発する結果になりかねません。我が国単独でソ連を落とすのは現実的に不可能です。それすなわち、常に安全保障上の脅威を抱えるということにもなり、我が国としてはソ連とは平和条約を締結するか崩壊させるかの決断をどこかで取る必要があります。そういった意味では時が来たと言えるかと。独ソどちらが残っても中長期的な安全保障上の脅威になり得ますが、では、どちらを選ぶか？という話になればドイツの方が付き合いやすい気もします。新書すべて真に受けるわけにはいきませんが、優勢思想を捨てた国家主義のドイツと、相も変わらず統制、抑圧、弾圧、密告を国家運営の軸にしている共産主義国ソ連。どちらが共存共栄が可能か。自明の理のように思われます。ふむ、わかった。ドイツには霊夢君の案で返答しておこう。アメリカ、イギリスにも共同補強路線を提案しておく。二人は並行して、領土返還交渉の草案作成と対ソ侵攻の作戦立案を頼む。承知いたしました。強行、ご機嫌うるわしゅう。準備はどうだね？クリスマスですか？でしたら、準備は万端です。結構なことだ。いずる国がアメリカ、イギリスへの仲介を受けるようです。かの国もまたソ連に占領されたままの土地があり、思うところがあるようです。いつ頃動き出すのかね。雪が溶け次第、我々の時間が止まったあの日に、再び時間を進めます。ドイツが証拠にもなくたくらんでいるらしいな。我々の資金援助で復権したにもかかわらず、全く恩知らずな連中です。これだからナチ公は。それだよ、それ。金の話だよ。確かに我々は多額の資金援助を行った。しかし、それにしてもだ、体制が整いすぎている。どうなってんだよ。
国家保安委員会からの報告によると、バチカンが裏で糸を引いているとのことです。な、だから宗教を野放しにしてるとろくなことがないんだよ。まあ、そっちの対処はアンドロコフ同士に任せるとしてだ。西側の動きはどうだ？日本の佐藤は話し合いができそうだが、ジョンソンのパペットになってるケネディは厳しいだろ。ドイツは日本に親書を送り接近を画策しています。その内容を踏まえてかは定かではありませんが、ここのところ日米英韓の外交活動が活発です。国家保安委員会からの報告ベースになりますが、3カ国とも近々で軍事行動を起こすような兆候はないとのことです。日米英がドイツ側に回らなければ問題ないな。極東に展開中の師団の7割に欧州への移動準備をさせておけ、東ドイツやポーランドの土地を徹底的に利用して相手を疲弊させ、ポーランド国境周辺で一気に肩をつける、かつての大祖国戦争のように我が人民に血を流させるわけにはいかん。じゃあ、あとは頼むぞ。同志、どちらへ？メルセデス・ベンツが今日納車なんだよ。同志の贅沢品好きも困ったものだ。かつて、ドイツ国防軍最高司令部総長、ビルヘルム・カイテル元帥がベルリンで、無条件降伏文書の批准手続きを行ったその日に、再び独ソ戦は幕を開ける。ドイツ軍はマスタードガスや VX ガスといった、化学兵器を装備した重機械化歩兵と、大量の機甲師団を要した地上軍が進撃。空からはジェット戦闘機による空爆、地対地ミサイルの雨と新時代の電撃戦を見せる。対する赤軍は衛星国の領土を駆使し、ソ連国境付近まで、ドイツ軍前線の引き伸ばしを画策する。ここまでは攻勢のドイツを防御側のソ連が、泥沼に引きずり込むという、先の独ソ戦と同様の展開であった。湖水銀同士、南部からナチ港の侵入を許してるじゃないか、どうなってるんだ。初期長のご指示通りアジア方面軍7割を展開し各所の防衛に当たっておりますが、かつてのドイツと異なり冬季は無理な進行をせず持久戦も辞さない構えです。春から秋の温暖期は伝統の電撃戦を駆使した攻勢、冬は進撃を止め占領地の軍事施設建設やインフラ回復など、前線基地構築を行い前線を維持し続けています。オットー・レイマー、ナチス残党のゴッドファーザーと呼ばれるだけはあります。戦略という部分では、ヒトラーを遥かにしのぐようです。我々は、怪物に力を与え続けてしまったのかもしれません。怪物がカトリック教会の神を後ろ盾に侵攻してくるなど、冗談にもなってないぞ、同志。これ以上の我が祖国への侵入はまかりならん。バレンツ海にカー19を派遣しろ。もちろんあれを積んでな。カー19、初期長を考え直しください。同志は、都合195ドイツ上空まで飛ばせると思っているのか、叩き落とされるのがオチだ。今の我々に必要なのは確実な成果だ。わかりました。合わせて日本から来ているクルリ諸島返還の打診は、どのように対応されますか？そろそろ返事をしませんと。時間を稼ぐんだ。何？我々の成果を見れば引き下がるだろう。彼らには忌まわしい過去の記憶もある。その記憶に訴えかけるには我々の成果は十分だ。すぐに引き下がるだろう。思った以上にドイツが優勢に進めてるね。ああ、レイムが考えていた通り、トルコからの攻撃が穴になったようだな。ポーランドは未だ持ちこたえているようだが、そう長くは持たんだろう。ポーランドの占領地は前線基地化させているという情報だし、ソ連の物量作戦に対し、兵站を完全に確保して持久戦でも勝負できる体制を整えているようだ。我々西側がソ連側につくことはないという背景あっての話だが、バルバロッサ作戦の教訓を生かし、時間をかけてでも何としてもソ連を落とす体制だな。敵前に前線基地構築か。なんか秀吉の小田原攻めみたいな話だね。仮に、ドイツが勝利したとして戦後の力関係がどうなるか。今は我が国に対しては好意的な姿勢だけど、なんとなくの印象だが、ドイツはイデオロギー的な対立というよりかつての第三帝国の名誉復権を、国家目標に据えているように思う。今のドイツは優勢学思想も捨てているしな、あの時の名誉と誇り。服部陸将も退任の時に忘れ物とおっしゃっていたが、敗戦国の軍人は、時間が止まったまま、戦後という呪縛から、逃れられないのかもしれん。呪縛、か。ところで領土返還交渉の進展はどうなってる？のれんに腕押し、とでも言うか今のところ目立った進捗はないな。現在の戦況も踏まえると譲歩してくるかと思っていたが、読みが甘かったかもしれん。戦況の話で言うと、あくまで我々がドイツ有利と考えているだけで実際は覆す何かがあるからこそ、譲歩してこない可能性もあると思う。はい、マリサです。なんだよ、ムカ。え？爆発じゃないのか？そうか、わかった。ああ、霊夢も横にいる。15分以内には官邸に着く。後でな。霊夢、30秒で支度してくれ、官邸行くぞ。何があった？地図に書いてあるはずの街が、見当たらないそうだ。次回、第三次世界大戦。ご視聴ありがとうございました。